どうも、花です。今日も台所詰まりやっていきます。まずはね、通水確認をやっていくんですけども、すぐにね、水が上がってくる状況なんですよね。水のね、引け具合を見るんですけど、今これ3倍速なんですよ。まあ、そのぐらいね、水の引けが悪いっていう感じなんですよね。やっと水は引けて、ポポポコーンはね、特にならなかったですね。台所下の状況なんですけども、排水トラップがあってね、直接排水管につながってて、で、下は振って振ってっていう感じですね。まあ、これはね、本当に助かりました。特にね、準備することもないので、早速一部のワイヤーで高圧洗浄をかけていきますね。排水トラップにね、直接排水管がつながってるやつってね、何がいいってね、もう本当に漏水の心配がね、もうほとんどないので、そこがね、本当に排水管業者からしたら漏水が一番怖い事故なので助かりますよね。で、なんかお話ししてたらね、もうすぐに排水が上がってきましたね。排水のね、色を見るとね、なんかやったら細かいものが浮いてくるなっていう感じですよね。まあ高圧洗浄でね、浮いてくるのはまあほぼほぼ油で間違いはないんですけど、たまにね、出てくるんですよ、こういう細かい油っていうのが。この辺が油とかですね。そうですね、まあ普通に料理されてる時の油かなっていうところですね。今で 2,3 メートルぐらいなので、そうですね、多分食洗機と合流してからすぐぐらいでもう詰まってるのかなっていうところですね。そうですね、なんかその辺りで多分なってるかと思うんですけど、ね、そうですそうです。まだね、この時花さん元気ありましたね。まあシンクの方にね、排水が上がってくるぐらいはまあ、うん、普通に日常なので、この時はね、早く一部縦管までワイヤー届かないかなと思ってグリ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 して清掃してるっていう感じです。ワイヤーが、そう、まあ、詰まってるからこうワイヤーが入っていかなくて、ちょっとグリグリやってる感じですね。ちょっとずつ入ってる感じはあるので、今が多分ドンピシャで詰まってるところかなっていう。今が、そうですね、やってみる感じ、そんな感じはしますね。そうなんですよね、なんかだいぶシャリシャリしてるような油が。ワイヤーをね、手前に引いてきて、また再度ワイヤーを入れていきますね。ここまではスルスル行くようになって、ここで当たっちゃうんですよね。こういう時にね、シンクが広いっていうのはね、大変助かるんですよね。それだけ水を受けれるところがあるっていうことは、
気にせずね、作業をゴリ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 進められるっていうことですね。ただね、これがね、ワイヤーが途中から全く入ってかなくなったんですよね。いくらね、シンクが広いからって言ってもね、限度はあるから、どうしようってちょっとずつ考えてる感じですね。ここでね、ホースをね、3部に変えたんですよね。だいたいいつもね、2部でやってるんですけど、2部だと多分これラチ開かないと思って変えた感じですね。2部から3部にね、変えるとこのワイヤーから出てくる水の量が多くなるので、ワイヤーが進みやすくなったりね、油を落としやすくなるんですよね。じゃあ最初からいつも3部でやればいいじゃんって思う方もいるかと思うんですけども、まあ普通の詰まりなら2部で十分なんですよね。3部は重いし、今ちょこっとさっきよりは入ったので、この時ねワイヤーがね、こう1センチ2センチぐらいこうグリンって入った感じですね。あとちょっとといろいろとやったりしなきゃいけなくて結構大変になっちゃうんですよ。水はね、減るは減るんだけどね、こうビビたる量しか減らないっていうのがね、だいたいね、いつもなら詰まり箇所ワイヤーが超えたら、まあパーッとある程度水は引いてくれるんですけど、この時ぐらいから本格的にちょっと難易度高めな詰まりなのかなーって思い始めてますね。ただ、さっきと違うところは、高圧洗浄しててもね、そんなにシンク側に水が上がってこないっていうのは、だいぶ精神的負担は楽ですよね。かなりニュルニュル入ってくるんですけど、ここかな、一番の詰まりは。動画上でね、見切れちゃって見にくくて本当申し訳ないんですけど、ワイヤーをね、いじってる時ってずっとね、手首をコネ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 してるんだよね。これがね、地味に疲れるんだよね。それプラスね、作業ね、夢中になってると、どうしてもね、前のめりな体勢になっちゃうんだよね。これ悪い癖だなぁと思って、最近猫背矯正用のベルトをつけて仕事してるんだけど、背中がね、曲がるんじゃなくて、次首をね、前にするようになっちゃってね、どうしたもんだかなぁって、次はね、首用のバンドを買おうかなぁって思ってます。詰まってるところを当て続けてる感じですね。このタイミングでね、高圧洗浄のバルブを止めて水のね、引け具合を見てみてるんですよね。引いたけどほとんどね、差がないっていうか、ビビたる量が流れてるかなっていう感じだった。
抜けるのを待つよりかはね、まだちょっとシンクに余裕があるから高圧洗浄少し入れてみようと思ってやってる感じですね。水位がね、増えもせず減りもせずっていう感じですよね。ってなるとね、まだ詰まりは先にあるのかなと思ってワイヤーを奥へ奥へ入れてる感じですね。詰まってるのか、大きい油が何個向いて油をせき止めちゃってるのかな、感触だけだとちょっと分かんないんですけど、入れてまた再び同じところを同じあたりの距離をやっててもいろんなところに当たっちゃう、あの油が多分高圧洗浄で剥がれて、それが先に流れて、でまた詰まってを繰り返してる感じかなとは思うんですよね。抜けてくれればむしろちょっとずつ引いてくれてるかな、うん、今外見てきたらおそらく詰まりの箇所は貫通してる感じです、ワイヤーは。なので入れすぎてるのでもっと手前なんですよね。あー、ここか。今ワイヤー引いたらサブワイヤー分油が動いたりして今抜けた感じですね。でまた詰まって、なのでこれを多分しばらく繰り返すと思います。うまいこと一撃でストーンと言ってくれれば、詰まったところをワイヤーが抜けたからその穴から出たって。そうです、そうです、そうです、じゃあその穴を広げる必要がある。そうですね、ここの最後の曲がりが一番まだこのワイヤーが詰まってるところにいるようだと外からだと音が聞こえないんですよ。ただ外のあの排水マスを開けたらシャーっていう元気な音が聞こえたので、ってなると詰まりはからはこの高圧洗浄は頭が出てて音が聞こえてるような感じ。ワイヤーがちょっとずつは入ってるので抜けてもおかしくないタイミングではあるんですけれど、と思ってすいません、いや全然かけないですけど、多分暑いかなって、はい、ああいいえ、そうじゃないです、もうずっと夢中になってやってるだけなんで。
ここでね、一部五輪のワイヤーにチェンジして一発目の高圧ですね。完璧じゃないですけど、まあ、少し安堵ができるかなっていう。ちょっとまた一回外行ってきます。はい、まだ一瞬抜けただけですね、この感じです。これね、すでに回収したやつ。で、今、スコーンと抜けて、こんな感じ。これから仕上げていく感じです。多分今ポコポコなったんで、ここが一番詰まってるあたりじゃないかなっていう予想ですね。さあっていう感じではないので、今のうちにちょっと最後全部きれいにしておきますので。なんかすごい油の質、なんかすごいやたらめった細かい感じですね。これなんかさっきおっしゃってた砂のようなというか、シャリシャリしてるような油だなっていうイメージですね。うまく、なんて言うんでしょう、細かく砕けてくれてるならちょっとわかるんですけど、変わった油の、普通のなんか料理で使う油ってあれですか、サラダ油。そうですね。あ、まださすがに缶の中に油は全然残ってると思うので、何回か上がってくるんじゃないかなという予想ではあるんですけど、今これで1階の天井から下に落ちる配管には行ってるんですよ。全然ワイヤーの通りが楽になってきました。立て関係ないね。大きい油を落とせちゃえば完璧ではあるんですよね。でかい。排水管って今見えてるところは40っていう規格なんですけど、多分こっちは50になってると思うんですよね。でトイレと合流すると75っていう規格になるので、
50、60、75、75なので少なく見積もっても2段階アップするので、そこまで行ってくれればあとは落ちる。そうです。手になってる。すごい。はい、ついてみて。あとワイヤーを引く。ああ、違う。これを。おっしゃ。お。おっといって、これなので、今もう75っていう比較の。よしこれで便所に行って、便所からのアタックをすれば、そう、戻ってきました。そうですよね、触れて、これで縦勘だ。さっき最初と同じ水の一番強い数量でやって、まあ、かん、なんかあれだけ見て、あの油も全然ついてないので、まあ、上がってくる要素はまずないかなって思います、ね、うん、であと止めた時に音が鳴るかどうか、止めて流したりすると缶の中が綺麗でも音は鳴るときはあるんですよ。ただそれはもう、ただ単に水量を一気に流すと空気が取り込めなくなっちゃうので音が鳴ってるだけなので、一概にそれが詰まりっていうわけではないんですけども、今現状これで流して鳴ってないってなったら、次も、詰まりのサインとするとゴボゴボ言い出すとか、食洗機使ってゴボゴボ言い出すとかになってくるかなって。これで台所は終わりましたので、はい、あと他の水回りやっていきますね。はい、じゃあ1個聞いてみるんですか。はい、この、多分これは上がって、匂いが上がってくるのを防げるやつだと思うんですけど、これ、はい、なんていうんですかね、この線の音ですね、はい、これがあるときとないときで水の流れが変わるのは何でなんですかね。それは、これを外した方が流れるんですよ。多分詰まってたときじゃないですか。はい、そうです。あ、なので、一回ここで水が溜まってワンクッション置いてるんですよ。こうなんか簡単なイメージで言うと U の字になって流れてるようなイメージ。はい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 、わかります。はいはいはい、でこれを外してあげると、ここの筒の中を水が通って、でここを抜けて、でここの脇っ腹に穴が開いてて流れていくんですけども、これを外すとその抵抗分がなくなるので、一気に流れやすい。筒をつけると流れが悪いってなったら、もう詰まりのサインだって考えていただいていいかなっていうところですね。はい、じゃあちょっとこの辺片付けて他の水回りやっていきます、はい、このでかいやついなかったと思うんですけど、はいはいはい、これがゴロンと、流れ切ってこの辺りにいて、最後コア洗浄でかき出して回収できたのが、このデカさがいたって考えるとこれはすごいですね。これどれ硬いんですか。あ、なんかまあ硬いです、ね、そうですね。もうこのままギュッて潰そうと思ったら相当迫力しような、あ、そんな感じなんですね、ぐらいですね。あ、まあ、このポツポツができてるのって結構年数が経ってるような油なので、なるほど。黒と白は何なんですかね。この黒っぽいやつ、はい、そうですね、これは多分酸化してるような油じゃないかなとは思うんですよね。で白っぽいのがこう、結構年数が経ってる。で新しいのはこのなんかオレンジ色っぽいようなのが比較的柔めなイメージなんですよね、まあ、これはでも硬いですけど、あとはこのペラペラな汚れが先になって白っぽくなったり黒っぽくなって、最後この化石化みたいな。なるほど、ね、これはもう数年って感じなんですね。これ数年、まあ10年の多分積み重ねだと思うんですよね。うん、料理の油汚れそうですかですね。
最後にね、取れた油を見ておきましょう。一個一個がね、でっかいのよ。50の配管でね、ここまで大きくてゴロンとしたのが取れるっていうのは、まあ珍しいかなーっていうところですね。これとか特に。まあ何にせよ無事終わって本当に良かった良かった。いつも動画見てくれてありがとうね。私はこれからハイボール飲んで寝ます。おやすみー。